西荘承泰の生涯、歴史の細道、案内人の沙織です。名前の読み方も難しいこの人物、彼は戦国時代から江戸時代にかけて活躍した僧侶です。仕えたのは豊臣秀吉や徳川家康、いずれも天下人となった武将に重宝されたのが承泰でした。主に政治や外交の分野での顧問となり、天下人に貢献。歴史上の有名な交渉の陰には、実は承泰がいました。では、承泰はどんな交渉に関わっていたのでしょうか。知られざるその活躍を追ってみましょう。寺の再建を担う僧侶。承泰は天文17年、1548年生まれで、山城の国伏見の人でした。幼い頃に出家し、人情修行という僧侶から学びました。この相国寺というのは足利将軍家ゆかりの禅寺です。室町幕府三代将軍足利義満によって建立されました。永徳2年、1382年に建立が始まっていますが、完成したのは明徳3年、1392年。なんと10年もかけて建てられた大寺院でした。けれども、建立間もない応永元年、1394年に内部からの出火によって焼失。たった2年で伽藍が失われるという事態に。この時義満はすぐさま復興に取り組みます。そして数年かけて再び完成された寺には大塔も作られ、天下の創刊とも称されたといいます。ですがこれは落雷にあって焼失。結果義満は存命中に2度も復興させたほどでした。その後またも内部からの出火に見舞われますが、歴代の将軍によって再建が進められます。そうして寛正4年、1463年、3度の復興が果たされたのでした。このように手厚く保護された相国寺。しかしながら応仁の乱、天文の乱という相次ぐ戦乱によって全焼。それに足利将軍家の力が弱まったことも相まって、荒廃するようになってしまいました。そんな相国寺に承泰は入り、天正12年、1584年には相国寺住持、住職となりました。当時相国寺には六王院という臨済宗の最高機関として諸寺を統括する役所がありました。その六王院の総録にも承泰は就任、相国寺の再建に取り組むのでした。なお六音総録は京都五山に蓄積された博識を収め、室町幕府で外交文書の起草にあたるという役割も果たすほどの存在でした。そこで承泰は寺の再建の後ろ盾を得るべく、知識を生かして豊臣政権へと接近するのでした。真面目すぎて他人を陥れる。承泰はなぜ接近先として豊臣政権を選んだのか。その答えは秀吉による海外侵攻計画にありました。秀吉は長らく海外へ侵攻する構想を抱いていたようで、関白就任直後には直心にも分かるような発言を残しています。狙いは海を隔てて存在する大国明です。そのため外国との交渉が必須となっていました。承泰はそこに目をつけたのでしょう。そして狙い通り外交が必要となった豊臣政権は承泰を携わらせることとしました。明の征服を目指した秀吉はまず索法国である朝鮮へ服属を求めます。しかし異国からの服属要請にすんなり従う国などはありません。当然ながら朝鮮は拒否。そこで秀吉はまず朝鮮を攻めることとしたのです。
朝鮮の地においては加藤清正や小西行長といった武将が奮戦、幸先よく戦果を上げていきますが、戦いが長期化するにつれて戦況は悪化、飢餓と病によって遠征気分が漂うようになりました。他方明側でも兵糧が尽きるなどしており、戦況は膠着状態に。そこで両者は講和による終戦を目指します。講和を穏便に進めるため、日本側の代表となった小西行長は秀吉の掲示した条件を書き直して明側に伝えるよう進言したとされます。また明側から降伏文書を求められて、これを偽装しました。結果として秀吉は降伏した形となり、要望もすべて受け入れられませんでした。行長としては隠し通して終わらせられると思ったのでしょう。しかしながら目論見は外れてしまいます。その要因が状態にあったのです。それは秀吉のもとに明からの国書が届いた時のこと。国書には秀吉を日本国王に報じるという文言がありました。偽装された降伏文書に基づき作成されたため、明の立場が上になっているものでした。そんなことになっているとは秀吉は全く知りません。この国書の読み上げを任せられたのは外交担当の状態。そこで行長は状態に文言を一部読み替えて秀吉を騙すよう頼みます。けれども状態はそのまま読み上げてしまいました。降伏した覚えのない秀吉は激怒。結果として二度目の出兵につながってしまうのでした。天下分け目の戦の発端に関わる豊臣政権が後ろ盾となったことで、状態による相国寺の復刻は順調に進みます。けれども状態はそれに安心せず、先を読んでいきました。秀吉が亡くなると豊臣政権との関わりを維持しながらも家康へも接近、家康の交渉をも担うようになるのです。秀吉が死去して早々に家康は諸大名との縁組を進めていきました。また争いなどの裁定にも乗り出しています。こうした交渉ごとに状態は貢献。その中に上杉氏とのやり取りがありました。慶長5年1600年、越後の国の堀氏が上杉氏に謀反の疑いがあると訴え出ます。軍事力増強に乗り出しているという動向が家康に報告されました。そこで家康は上杉氏との交渉を状態へと任せます。さらに早期の上洛を促す手紙を状態に書かせて、上杉氏の家老直江兼続へと送らせました。状態が送った書状に対する兼続からの返信、それが家康に会津征伐を決心させる内容で、後に直江城とも称されるものだったのです。その後会津へと向かう家康に対して石田三成らが挙兵、諸大名が東西の軍勢に分かれて戦う関ヶ原の戦いへと発展するのでした。この会津征伐は関ヶ原の戦いの幕開けとも言える出来事、歴史の転換点とも言える出来事に状態は携わったのでした。関ヶ原の戦いで勝利した家康は実質的な天下人となります。内政に外交にとますます忙しくなる家康、状態を重用し対外交渉だけでなく自社のことも任せるようになっていきます。新たに制定される諸法度の起草や自社行政の立案など、状態が果たした役割は多岐にわたりました。そんな状態への謝礼でしょうか。慶長14年1609年、家康が相国寺の山門を寄進しました。状態にとっては何よりの褒美だったかもしれませんね。一方で状態は豊臣氏との縁も継続していたようです。家康よりも早い
慶長10年1605年に豊臣秀頼によって相国寺の宝堂が建立されています。こうした功績により状態は相国寺の中高の祖とされたのです。まとめ、僧侶ながら二人の天下人に重宝された状態、その時々で求められた役割を十分に果たしたことが評価されたのでしょう。さらに状態は他人のために働きながらも自身の目的も成し遂げています。二兎を追って二兎とも得るなんて驚くべき手腕の持ち主です。あまり知られていないのがもったいないほどの人物かもしれません。現在の相国寺を築いた国威の最初、これを機に広まるといいですね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。